はい、どうもこんにちは、ふくたです。えー、今日はですね、ミズホフィナンシャルグループの個別名柄としての特徴を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、このチャンネルなんですけれども、少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、このチャンネルでやってることはですね、 個別銘柄とかアクティブファンドとかの過去データの分析動画を作っております。それなので何か分析してほしい個別銘柄とかアクティブファンドとか、まあそういったリクエストありましたらですね、コメント欄に書いていただければ対応させていただけますので、投資の前の検討とか、あと投資の後の確認として使っていただければと思います。で、推奨する視聴環境はこの3つになってまして、結構文字とか数字小さくて、なおかつ長尺になる可能性が高いので、なるべく大きな画面で、なるべくいい画質で再生する 速度早めての主張を推奨しております設定の変更は YouTube の右下の歯車マークのところからできますのでよろしければやってみてくださいで、これ僕の簡単なプロフィールで3年間証券会社の営業をやってそこからはトレーダーとして生計を立てておりますで、これご参考までにこれまでのパフォーマンスになります はい。というわけで、まず基礎データから洗っていきましょう。今回取り上げる銘柄ですね。それがこちら、水保フィナンシャルグループになります。銘柄コードが8411。で、上場した年が2003年になります。で、現在の上場市場は、東証一部になります。で、見ていくもですね、この2つになってまして、まずはですね、銘柄の過去のですね、 一営業日から10年間のリターン、こいつを検証していきます。で、その後ですね、マーケット全体との比較をしていって、インデックスとの連動性、こういうものをですね、検証していきたいと思います。なおですね、検証期間は、データの取得の都合上ですね、2003年の9月の16日からを検証期間とさせていただきたいと思います。で、と比べていくインデックスですね、この4つにさせていただきます。日経平均、東証二部指数、ジャスダック指数、マザー指数、この3 えっと、四つですね。この四つを比べていきたいと思います。で、えー、見ていくリターンの種類なんですけども、リターンってこの三種類ありまして、今回見ていくのが配当抜きのリターンですね。こいつを見ていきたいと思います。 はい。ではですね、結論から言っていきたいと思います。こんな感じになりました。まず、値動きの連動性ですね。まあ、これインデックスとなって話なんですけれども、こいつはですね、どのインデックスの値動きとも連動性が高いと、そういう感じになりました。で、お次、値動きの感濃度なんですけれども、これはですね、日経平均の値動きに対する感濃度が最も高いっていうふうな形になりました。で、リターンあるリスク、これはシャープレシオのことですが、これはですね、どのインデックスにも劣っているって な形になりました。で、リターンの独自性、これはアルファって呼ばれるやつですが、これですね、あの独自のリターンはあることはあるんですけども、あの独自にマイナスに突っ込んでるっていうふな形になりました。で、この水保フィナンシャルグループへの投資前提ですね。まあ、それはですね、あの日本株に対して強気っていう形なんですけれども、ただそもそもリターンがですね、プラスになるかどうかっていうのがまあ一番の問題だっていう風なそんな感じになりましたで。ではですね、なんでこの5つの結論ですね、こ公に達したのかをここから見ていきたいと思います。 ます、awesome. はい。ではですね。まず、えー、銘柄単体での過去のパフォーマンスの検証からやっていきましょう。えー、これがですね。2003年の9月の16日から2021年の12月31日までの、えー、水穂フィナンシャルグループの、えー、各営業日におけるですね、配当抜きのリターン、えー、これを示したものになります。では、えー、ここの用語解説からやっていきましょう。まず1営業日からいきます。えー、これサンプル数ですね。えー、っと、4474ってなってるんですが、えー、これはですね、えー、水穂の、えー、っと、この2003年から2004年までの 2021年までの間で、水穂の1営業部下のリターンの個数が4474個あって、で、51.72%にあたる2314回が1回平均で1.42%上昇。で、48.28%にあたる2160回が1回当たり平均してマイナス1.48%下落。で、このみずほの1、えっと 一日、まあ、一営業日間での平均リターンというのが0.02%になりますよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、ここの標準偏差はですね、一般的にディスクと呼ばれるものでして、えっと、意味合いとしてはリターンの振れ幅の大きさですね、そいつを示すものになります。それなので、この2.22はですね、ここの平均リターンの0.02%を中心として、上下に2.22%、あの、プラマイ2.22%のリターンの振れ幅が、ま、大体ありますよみたいな、そういった意味合いになります。で、シャープ プレシこれがですね、リターンあるリスクで、まあ要はリスクに対するリターンの獲得効率ですね。そいつを表したもので、計算式自体はこの平均リターンをこの標準偏差で割ったものになります。で、最大リターンと最小リターンですね。この場合は1営業日間での最大リターンと最小リターンになります。まあそれなので一番運が良かった人っていうのは、 このみずほに投資をして1営業日間で資産が18.22%増えていて、で、逆に一番運が悪かった人っていうのは、みずほに投資をして1営業日間で資産が14.81%減っちゃってましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、これ、 と、同じ方式でですね、1年から10年まで計算したんですけども、えっとですね、もう一つ、ここの1年のところも説明しておきたいと思います。この場合はですね、えっと、2003年から2021年までの間で、みずほの250営業日間、ま、1年間のリターンの個数が4225個あって、で、そのうち40.64%に当たる、えっと、1717回が1回当たり平均して36.21%上昇。で、59.36%に当たる2508回 1> が1回当たり平均してを下落で、このビザこの1年間の平均リターンっていうのは1.31%でしたよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、標準偏差はですね、この場合は1年間のリターンの振れ幅の大きさですね。それが1.31%を中心として上下にプラマイ36.70%のリターンの振れ幅が1年間では大体ありますよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、シャープレシオはリターン割るリスクですね。 で、最大リターンと最小リターン。この場合はですね、えっと、1年間での最大リターンと最小リターンになります。それなので、一番運が良かった人は、水穂に投資をして、一1年間、250営業日間で、資産が、だいたい、えっと、2.1倍ぐらいになっていたのに対して、一番運が悪かった人っていうのは、水穂に投資をして1年間で、資産が66.68%減っちゃってましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。これがですね、えっと、1年で同様で、えっと、2年から10年までっていうふうな、そんな感じになります。 では、えー、外観していくんですけども、えー、リターン見るんですが、えー、これですね、単、えー、日、一、えーえー、1営業日から、えー、2年ですね、えー、ここに関しては、まあ、あの、ギリギリプラスになっているんですけども、えー、ここのですね、3年から10年ですね、えー、ここを見る限りではですね、えー、平均リターンが、えー、マイナスに突っ込んじゃっているので、 ま、それなのでですね、え、これ、えっと、マイナスに突っ込んでるやつの方が、え、プラスに突っ込ん、あの、プラスになっているより、えっと、よりも大きいの、多いので、え、それなので、基本的にあの、この水穂のリターンって、まあ、そもそもプラスになっていたとしても、ほんとスズメの涙程度なので、あの、基本的には、え、水ほのリターンっていうのは、え、結構悪かったっていうふうな、え、そういう感じになるんじゃないかなっていうふうに、え、思います。で、え、ここの10年間なんか、え、県なんですけれども、え、これですね、えっと、平均でマイナス41.69なので、ま、それなので、えっと、水穂に投資をして、 年で、えっと、一番運が良かった人は、えっと、資産が10年間で40%ぐらい増えてるんですけども、ただ一番運が悪かった人っていうのは、水ほに投資をして10年間で資産が85%ぐらい減っちゃってるっていうふうな形なので、まあ、えっと、これ見てもわかる通りですね。えっと、結構ですね、水ほのリターンって悪かったっていうふうな、そんな感じになってるんじゃないかなというふうに思います。とりあえず、これが水ほの段階でのパフォーマンスの検証でして、で、次にやっていくのがですね、 じゃあ、えっと、この、えっと、みずほがですね、えー、っと、この水穂のパフォーマンスを検証した2003年から2021年までの間で、えー、マーケットの方はどうだったのかと。で、その連動性とかどうだったのかってことを見ていきたいと思います。それがですね、ここのところの下のところになります。 え、ここですね。え、では、えっと、見ていきましょう。え、まずですね、え、ここのところの、えっと、平均リターンから比べていくんですけども、え、これ一番上が、えっと、みずほの平均リターンで、で、同期間のですね、えっと、各インデックスの平均リターンが、え、下のところに、え、示してあります。で、え、ここのですね、赤字で示してあるところは、ま、これ見ればわかるんですけども、え、みずほのリターンを、え、それぞれのインデックスの、え、リターンで割った数字ですね、え、それが示してあります。え、それなので、みずほの方が、リターンが、えっと、大きかったらば、え、ここの数字が、えっと、1以上になります で、えっ、ー、と、1以上の場合では緑で塗りつぶして、で、えっ、ー、と、1以下の場合は、えっ、ー、と、青かで塗りつぶしてあるみたいな、えー、そんな感じにしてあるんですけれども、えー、これ見るとですね、えっ、ー、と、全部真っ赤っかで塗りつぶしてあるので、まあ、それなので、えっ、ー、と、これですね、基本的にあの、水穂のリターンって、まあ、ここの、え、単日から10年までではあるんですけれども、 えー、ここの平均リターンに関しては、インデックスよりも全然低かったよっていうふうな、えー、そんな感じになっているみたいです。で、えー、ここのですね、1年間の中を見るとですね、えっ、ー、と、同期間で日経平均が8.29、東証2部が9.21、ジャスラックが7.88、マザーズが4.32という,うな形なのに、えっ、ー、と、水はですね、えっと、1.31って形になっていて、で、えっ、ー、と、10年間で見てみるとですね、もっと広いですね、えっ、ー、と、日経平均が82.40で、えっ、ー、と、東証2部が平均して118.11 11で、でジャス スラッグが126.16でマザーズ指数でも5 0 6 4ってなっているのにミズホの方はですね平均してマイナス41.69って形なので、まあ、めちゃめちゃ悪かったっていう風な、えー、そんな感じがわ、えー、かるんじゃないかなと思いますで、えー、次見ていくのがですね、えー、とリスクの大きさですね、えー、こいつを、えー、と比べていきましょう、えー、このリスクもですね同じような感じでミズホと各インデックスが、えー、と同期間で示してあるんですけども、えー、下のところですね、えー、これに関してはミズホのリスクをそれぞれのインデックスのリスクで割ったものっていうの は、えー、同じなんですけれども。 えっと、リスクはですね、えっと、リターンと違って、えっと、小さければ小さいほど、えっと、いいというふうにされているので、まあ、それなんで、水穂のリスクの方が多ければ、えっと、1超えているんで、えー、赤レンで塗りつぶしてあって、で、水穂のリスクの方が小さければ、えっと、1以下って形で、えっと、ミドルで塗りつぶしてあるみたいな、えー、そんな感じにしてあります。で、これ見るとですね、まあ、まばらではあるんですけれども、えー、ここのですね、えっ、ー、と、日経平均のところなんかだと、えっ、ー、と、単日から4年までは、えー、水穂の方がリスクでかいですよと。で、ただ、えっ、ー、と、5年から10年までは、水穂の方が、えー、リスクは小さくなって、 で、他もですね、まあ結構まばらで何とも言えないところではあるんですけども、まあ、えっと、おおむね、えっと、みずほの方が、えー、ここのですね、えー、5年からなんかだと、リスクは、えー、っと、小さいっていうふうな形になってるんですが、ただですね、えっと、単日から4年、えー、ここに関して言うと、どっちかっていうと、みずほの方が、えー、っと、リスクは高いっていうふうな、えー、そういう感じになってるみたいです。で、えっと、次に見ていくのが、えっと、リターンとリスクの兼ね合い、まあ、シャープレシオってやつで、 えっと、こいつを見ていくんですけども、え、これはですね、えっと、同じくやってあるんですけれども、え、ここの計算式自体は、えっと、シャープレッシュは高ければ高いほどいいので、えっと、水穂の方が高ければ、緑でぬずぶしてあって、で、水穂の方が悪ければ、赤でなってあります。で、これ見るとですね、全部真っ赤っかっていうふうな形で、まあ、そもそもリターンが負けてる時点で、えっと、このシャープレッシュは負けるっていうふうな形、え、可能性は高くなるんですけれども、え、これ見るとですね、改めて、え、水穂の方がシャープレッシュは全然悪いよっていうふうな、そんな感じになってるみたいです。 でえ、それなので、え、ここはですね、え、5年から、えっと、10年、え、ここに関して言うと、リスクは小さいんだけども、えっと、リターンは、えっと、それよりもっと小さいっていうか、マイナスに突っ込んじゃってるから、え、ここは、えっと、そもそも、え、真っ赤っかになりますし、あとですね、え、ここのですね、えっと、リターンが、えっと、プラスの期間、えっと、単日から、えっと、2年のところなんですけども、え、これに関しては、え、そもそも、えっと、リターンは、え、稼いでいるけど、えっと、インデックスよりも低いと。で、な、それなりにも関わらず、えっと、リスク自体は、えっと、インデックスよりも大きいから、ここのシャープレシュも悪くなります、みたいな。え、そんな感じ で、えっと、次に見ていくのがですね、相関係数ですね。え、これがですね、さっきの結論のところで見た、 え、寝動きの連動性のことになります。で、この相関係数はですね、えっと、最大値がプラス1で、最小値がマイナス1で、で、えっと、中間地点がプラマイゼロって形なんですけども、え、これはですね、えっと、1に近づけば近づくほど、えっと、水穂とインデックスの寝動きっていうのは、同じ方向に寝動く可能性が高くなっていて、で、えっと、マイナス1に近づけば近づくほど、水穂とインデックスの寝動きの方向っていうのは逆に寝動く可能性が高くなっていて、で、0に近づけば近づくほど、え、水穂とインデックス インデックスの値動きっていうのはバラバラ、つまりはフィフティフィフティにぶつかる可能性が高くなりますよみたいな、そんな感じになります。で、まあこれ見るとですね、まあ、えっ、ー、と主にプラス1に近づいていて、というか、えっ、ー、とプラス1に近い数値で、で、えっ、ー、とどっちかというと純相関っていうふうな形になっているので、まあ、そういうなので基本的にあのどのえっ、ー、とインデックスと比べてみても相関係数ってまあまあ高くて大体同じぐらいのレベル感なので。 まあ、それなので、えっと、に、えっと、どのインデックスと比べても、えー、寝動きの方向っていうのは結構同じになる確率が、えー、高いっていうふうな、えー、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。で、えっと、次に見るのがディスクバイですね。まあ、これはですね、え、さっきの、えっと、メーガのあの、ミズホのリスクを、えっと、インデックスのリスクで割った数値。まあ、つまりは、えっと、どれだけリスクの、えっと、ディスクを取っているかってことを示した、えー、数値になってるんですが、まあ、それがこんな感じで。で、この相関係数とディスクバイえー、これを掛け合わせた数値が、えー、ベータになります。で、えー、これはですね、えっ、ー、と、寝動きの感濃度の ことになりで、え、これで計算式は、ま、今言った通りで、えっと、相関係数にリスク倍率、え、こいつを掛け合わせてあげた、えっと、数値には、え、なってるんですけども、え、これですね、えっと、この1年間を例にとってちょっと説明するとですね、え、日経平均と比較してみた場合のベータっていうのは、えっと、1.27ってなってるんですけども、え、これはですね、えっと、日経平均が、え、仮に、えっと、1年で、えっと、10%上昇したら、みずほはかける1.27で、えっと、12.7%上昇。で、え、逆に日経平均が10%下落したらば、え、みずほは1年で、 で、えー、かける1.27の、えっと、12.7%楽みたいな、えー、そういった理論値ではあるんですけども、 そういった関係性を示すのが、このベータって数値になります。で、えっと、結構違うのがこのマザーズの、えっと、ベータでして、この場合はですね、マザーズが1年で、えっと、10%上昇したら、えっと、水保は、×ける0.46で、えっと、4.6%上昇。で、逆に10%下落したらば、かける0.46で、えっと、4.6%下落みたいな、えー、そういった、これはあくまで理論値ではあるってことは、えっと、注意しておいてほしいんですけども、まあ、そういった関係性を示すのが、このベータってふうな数値になります。でまあ、これ見 とですね。まあ、あの、ベータプラスなんで、ま、おおむね、えっと、同じような、えー、で動きの幅とか、えぇ、ー、感濃度を見せるという形なんですけども、ただえ、えその中でもですね、えー、結構、この、えっと、日経平均に対するベータですね、えー、こいつが高いので、まあ、これがですね、さっきの結論のところで申し上げた、えっ、ー、と、ベータ値、えっ、ー、と、ていうか、値動きの感能度で言ったらば、 この4つのインデックスで比べてみた場合には、日経平均の値動きに対する感濃度、こいつが一番高いっていうふうな、そういったことを言った理由になります。で、ここのベータまで計算できたらですね、この、えっと、みずほのリターンですね、これっていうのが、えっと、マーケットがたまたま、好調だったから得られた分のリターンっていうのがどんくらいあって、で、えっと、みずほの独自の値動きによって得られた分のリターンがどれくらいあるのかみたいな、そういうことを示すことができるんですが、それがですね、ここのベータによるリターンとアルファによるリターン、この2つになります。 で、ここの平均リターンは、水、え、穂、ー、の平均リターンと、えー、と同じになるんですけども、えー、この平均リターンっていうのが、えー、ここのベータによるリターンと、アルファによるリターン、えー、この二つに、えー、分解が、えー、できます。で、こっちのベータによるリターン、えー、これがですね、マーケット全体がたまたま好調だったから、得られた分のリターン、えー、これがベータによるリターンで、でこっちのアルファによるリターンが、えー、マーケット全体の影響とは関係なく、 その、えっと、銘柄の独自の値動きによって得られた分のリターンですね。え、これがアルファによるリターンって形になります。まそれなので、え、ここの平均リターンはですね、え、このベータによるリターンとアルファによるリターン。え、こいつを足し合わせると、え、この平均リターンになるって形ですね。で、このベータによるリターンは、え、それぞれのインデックスの、えっと、平均リターンですね。さっき見たやつに、え、それぞれのインデックスに対する、えっと、ベータ値ですね。え、これを掛け合わせると、え、ベータによるリターンが出てきて、で、こっちのアルファによるリターンは、え、ここの平均リターン ターンから、まあ、それぞれのインデックスの、えー、ベータによるリターン、えー、こいつを差し引くと、えー、ここのえっ、ー、とアルファによるリターン、えー、こいつが、えー、出てきます。で、えー、っとこれ要はですね。 えー、ここのアルファによるリターン、えー、これがですね、えっ、ー、と、プラスなのであれば、えっ、ー、と、その高はあるんですけども、えっ、ー、と、独自の値動きは、えー、独自に稼ぎ出したリターンはありましたよねと。で、逆に、えー、ここの平均リターンが、えっ、ー、と、いくらプラスでも、えっ、ー、と、ここのアルファによるリターンが、えー、マイナスなのであれば、えー、それっていうのは、えー、その銘柄が独自に稼ぎ出したリターン、銘柄が稼ぎ出してっていうよりも、えー、その銘柄の独自の値動きによって、発生された、えっ、ー、と、リターンではなくって、えー、あくまでマーケットが、マーケット全体がたまたま好調だったから、まあ、それと、えー、と、 値動きの連動性が高くって、なおかつディスク取ってたから得られた分のリターンですよ、みたいな。まあ、要は、えっと、たまたまマーケットが好調だったから得られた分のリターンですよ、みたいな。そういった意味合いになります。で、え、これ見ていくとですね、え、ここのアルファによるリターン、え、こいつがですね、えっと、全期間とか全、全インデックスと比べてですね、えっと、マイナスに、えっと、突っ込んじゃっているので、まあ、そもそも、え、ここの3年から、えっと、10年、え、ここに関しては、えっと、平均リターン自体がマイナスに突っ込んでいるので、 えっと、ま、なんとも言えないところではあるんですけども、え、ここのですね、単日から2年、え、これが、えっと、一応、リターン自体はプラスになっているんだけれども、えっと、アルファがマイナスに突っ込んでいるので、え、それで、っていうことは、えっと、要はどういうかとかっていうと、え、これですね、えっと、普通に、えっと、マーケット、え、全体が好調で、なおかつ、え、さっき言ったベータ値え、そいつを掛け合わせてあげると、えっと、普通にプラスのリターンが、えっと、エレットだったはずなんだけれども、ただ、えっと、それっていうのが、え、ここの、えっと、水保独自の値動きの、えっと、アルファによるマイナス、え、これで相殺されちゃって、 えっと、こんな、えっ、ー、と、リターン自体が低くなってるよって形で、で、それがですね、えっ、ー、と、3年から10年、えー、ここに関して言うと、えー、本来であればですね、 えっと、マーケット全体との連動性に、それぞれの取っているリスク量の大きさ、そいつを掛け合わせると、リターン自体はプラスで推移してもおかしくなかったんだけども、ただそれっていうのが、みずほの独自の値動きによって、えっと、アルファがマイナスで、それが掛けされちゃって、ここの、えっと、リターンがマイナスに突っ込んでますよ、みたいな、そういった形になっています。なおですね、ここの下のところの構成比率ですね、これはですね、えっと、ベータによるリターンとアルファによるリターンで、まあ、平均リターンが構成されているので、まあ、要は、えっと、ベータとアルファ のリターンがそれぞれ平均リターンのうちの何パーセントを占めてますかってのを示したのがここのベータの構成比率とアルファの構成比率になります。でここのですねえっと1年えっと短日からえっと2年ここに関して言うとえっとリターンがプラスなのに。 アルファのリターンがマイナスに突っ込んじゃっているので、なんでここの構成比率、あのアルファの構成比率はマイナスに突っ込んでいて、えっ、ー、とベータの構成比率はプラスになっているっていうふうな、えー、そんな形ではあるんですけども、えっ、ー、と3年から10年に関しては、えー、そもそも平均リターンがマイナスなので、まあそれなので、えー、そこのですね、えっ、ー、とマイナス幅っていうのが、 え、ここのところではですね、えっと、構成比率に直すと、えっと、プラスに、えっと、加算、あの、カウントされてしまうので、まあ、それなんで、え、ここのですね、えっと、アルファの構成比率が、えっと、プラスではあるんですけども、え、それっていうのは、え、そもそも平均リターンがマイナスだから、だから、え、そこの、えっと、アルファのマイナス分っていうのは、え、この水穂の独自の値動きによって、で、できちゃった、え、マイナスですよっていうふうな、え、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。え、とりあえずですね、え、これがですね、えっと、ベータとアルファのリターンの、えっと、検証で、え、これでですね、えっと、動画は以上 以上になりますはい。というわけで、ご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでですね、えっ、ー、と、分析動画日々作ってますので、えっ、ー、と、リクエスト等々ありましたらですね、えー、お気軽にコメント欄に書いていただければと思います。で、あと、フィードバックも集中ですので、え、そちらもですね、えー、と、よければコメント欄に書いていただければと思います。はい。というわけで、今回の動画は以上になります。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。え、またお会いしましょう。さよなら。